金曜日ですね。ちょっとお水持ってきます。お元気ですか、皆様。今日あったかくなかったですか、めちゃくちゃ。わかんない、東京以外がどうなのかちょっとわかんなくてごめんなさい。東京がめちゃあったかくて、なんか私今日このね、あ、これそう、でもこれようやく来たんです。よいしょ。この、あ、下パジャマなのバレる 下はスカート履いてたんですけど、よいしょ。ついにこの流行りに手を出した、ついに流行りに手を出しました。大好き。ついにこれを下ろしました。私もこの流行りに乗ったアームウォーマー。あれ、穴ない。あった。でもこれせっかく可愛くて、ずっとでも稽古ばっかだったから着れてなくて、で今日は衣装付き同士だったんです。だからなんか稽古着じゃなくていいやと思って、衣装着るからどうせ。だから今日はこれを着ていったんですけど、なんか下ろしてこれでなんか最寄り駅まで歩いてたんです。そしたらなんか最寄り駅着いてパスも出そうってこうやってやった瞬間、ここで虫が死んでて 悲しすぎた ここに虫が死んでて、ショックすぎました。まあ、ちっちゃい虫だったから良かったんですけど、なんか、なんか液とかが出るタイプの虫じゃなくて、なんかこうパサパサ系のちっこい虫だったから良かったんですけど、それでもなんかショックでした。寝心地が良かったんですかね、モフモフで しかも真っ白だからなんかめっちゃ目立つじゃないですか なんか こんくらいちっちゃかったけど、虫が死んでました。悲しい。可愛いですね。恋忘れるショックサスペンス。でもこれしてたら暑すぎて、今日マジ汗かいてきて そう、活動してるとなんかぼーっとしてるぐらいだったら別に暑くないんだけど、活動してると暑くて、これつけてるともう普通に半袖で過ごしてた、暑すぎて。私が感じていたドゥルルルンドゥルルルンドゥルル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 ル
いいねその言葉、おもろくて落ちてきちゃったり、あ、これなんか逆にクシュって結構自立してるんです、なんか、いや、わかんない、多分物によるんだけど、私が買ったやつは結構これなんか自我が強めの生地感で、なんか普通にね、この子の自我に沿って来ちゃうと、こう、あの、多分ここ切ってるだけだから、なんかこう、もう全身こう真っ白になっちゃうの、なんならこうなっちゃう、だからこう自分からこうちょっと下ろして、こうやってそのなんて意識的にクシュクシュさせないと、ここが開かないから、なんかすごい、え、どうしたみたいな人になっちゃう、自我が強すぎて、この生地でも、だからここら辺まで意図的に落とすといけますね、可愛いですね、すごい。
でもなんか私普通にピンクのニット T シャツ、サマーニットみたいなやつ T シャツ持ってて、でもそれも多分それにはこのアームウォーマーついてなかったんですけど、なんか絶対したら可愛いから買いたいなって、あの前々回くらいのお話し会で着たやつ、あそうこのこのサ、なんかサマーニットもなんかピンクの、でもこれラメ生地なんだよね、なんかピンクのやつ買おうかなと思ったけど、ピンクのラメ生地だからなんか似合いにくいから、レースのアームウォーマーでも買おうかな。なんか生地による気がする、なんかテロテロの安いやつだったらちょっとこう下がってきちゃったりしそう。この小さな奇跡は心の扉閉ざさずに強く強く、こんばんは。でもなんか私いつもさ稽古着なんかすごい、もう稽古着ってやっぱズボンなんですけど、私なんかあんまり骨格的にもズボンが合わなくて、なんかあんまりだからおしゃれとかしないで、もうなんか最低限一番洗濯が楽で一番動きやすい格好みたいな気持ちでいつも稽古着行くから、なんか稽古着もみたいな感じなのに、今日なんかこのニットになんかこの間買っためっちゃ可愛いスカート履いていったから、なんか全然違う人みたいでびっくりされた、みんなに今日はすごいスカートを履いてるのねみたいな感じで恥ずかしかった。なんか稽古もスカートで行きたいけど、そういうわけにはいかないみたいだから、なんか踊らないからね、スカートでもいいかなと思うけど、まあ、一応稽古着は稽古着。タララララン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 タン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 、タララララン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 、私が感じていた、タララン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 、インドネシア、ダメだ、インドネシア語はごめん分かんなかった。ハロー。なんかやっぱりスターツアーズに行きたすぎて、さっき歌プリのフィルムの特典のこと調べてた、なんか歌プリのフィルムの特典どんだけ用意したのってくらいさ、あなんか確保してません、各劇場。いやなんかまあそれはなんか土日でなくなる劇場とかもあったんですけど、なんか本当にフリーの時ってマジで、あの松竹系の映画なんで、あの SMT のところがそう強いんですよ。だからあの丸の内ピカデリーと新宿ピカデリーが強かったりするんです。そうだからなんかやっぱすぐやっぱどこも得点がなくなるんですけど、その丸の内と新宿は割と残りがちみたいな、強いみたいな感じがあるんですけど、供給元だから。なんかそれでもやっぱフリーだとなんか丸ピカ新ピカでも土日になくなったり、まあ月間ぐらいにはもう絶対になくなるんです、コマフィルムが特典だと。でもなんか新宿ピカデリーがなんか今回金曜日の、あ違う木曜日の21時の回まで確定で配れますみたいな、強すぎる。全然知らなかった。
全然知らなかったんだけど、調べたらそうやって書いてて強すぎる。なんか割とでもなんか基本的に都内の劇場、なんかまあ本当にフリーの時とか、あと前回の歌プリのコマフィルムの時とか、本当に1日目に終わるとか、まあ 土日で確実にもうほぼ全滅なんですよ。全滅になるの。だから私も今回金曜日のやつ取れなかった時点で、あ、もう今回無理だったなと思って、もう諦めようと思ってやめてたんですけど、強すぎません？歌プリくん気合が違うなって。なんか基本的に都内の映画館、基本的にまあ月曜日くらいまでは確保してるみたいでかっけー、かっこよすぎる。さすがアンコールコマフィルムっていうくらいにはやっぱちょっと覚悟が違うなと思って、すごい企業努力を感じて。そう、神秘化は1週間分確保してるの、やばいよね。木曜、だから金曜日スタートとか木曜日まで用意してるの、かっこよすぎると思ってさっき興奮してた、すごいと思って。もう絶対撮れない気がするから、なんか来週まだやってたら来週見に行こうかな。でも来週舞台本番始まっちゃうから無理かうん、なんか見に行きたいけど時間が、都合があったら行こうって思う。かっけーよ、歌プリ公式くんかっけーよと思いながら、なんかでも基本的にほんと他の劇場調べててもなんか月曜日までは確保してますみたいな感じで、しかもめっちゃその状況情報が流れるの。もうなんかフリーの時って結構なんかみんなで電話で問い合わせて、なんかそのオタクがその情報を流してくれてみたいな感じで見るんだけど、なんか多分電話問い合わせがありすぎたのか、なんかそれもその公式劇場の公式ツイッターでなんか何日分までは確保してますみたいな、なんかめっちゃ流れるからすごいなと思って。オタクがめっちゃ問い合わせてんのかなあれって。やっぱ歌プリのなんか層の強さを感じますね。そしてファンの皆様の、さすがにかっこよすぎると思って月曜日まで確保してます。なんかなんでフリー君の時それをやってくれなかったのかなってすごいめっちゃ電話しまくってましたから。いや、なんか入場者プレゼントについて書いてくれてる劇場もあるの。でもなんかイオンシネマとか109シネマとかだと公式ホームページに入場特典について何にも書いてくれてないのね。だからそういうところはこうツイッターでつぶやいてくれるのを待つか電話して聞くしかないんですよ。そうだから電話して聞いてたんですけど、フリーの時私はなんかその電話の数が多すぎるのか、イオンシネマとかめっちゃなんか何日まで確保してますって各劇場がつぶやいてくれてて助かると思って、優しい。まあでも行かないと思うけど、取れない気がする。もう戦争すぎるチケット。ダララ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 始まりをくれた君に僕たちはどうやって返せばいい。ドゥルル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 ル。やっぱでも公式があんなにつぶやいてくれると嬉しいなって思うね。すごいいいなって思った。約束をするね。いやでもほんと終わる前にもう一回くらい登場したいな。なんかほんとにスタートアワーズ聞きに行きたい。
だらら。でも歌プリの運営の気合すごいなと思って、どんだけ吸ったんだろうと思って、どんだけ吸るってかどんだけ作ったんだろうと思ってフィルム。しかもなんか調べたらさ、なんかさ、でも前回はなんかねダブルアンコールがあって、あてかアンコールか、アンコールがあって衣装変わるの、アンコールちゃんとアンコール T シャツになるの歌プリの映画、歌プリの映画ってライブが一本映画になってるんですけど、なんかその前回の配布は本編の衣装、本編までのこのフィルムだったんですけど、アンコールは T シャツになるの、ちゃんとアイドルたちが。でそのアンコール T シャツのフィルムも配ってるみたいで、アンコールコマフィルム、アンコール T シャツ可愛いから欲しいなと思って、私も行きたいけど、もう絶対取れない予約チケットセンスを絶対勝てる自信がない。約束をするね、ルルルルルル、ラララ始まりはいつも、ラララアンコール T シャツになるし、なんならメンバーカラーのアンコール T シャツになるからめっちゃ可愛いっていう。なんかでもさ、映画の中でさ、なんかさ、すごいアイドルたちがさ、なんか紙飛行機、なんかそのライブのテーマがスターツアーズって言って、なんか飛行機のセットとか組むんですよ。すごいだから紙飛行機持つの、なんかその紙飛行機の演出があるんです。だから紙飛行機絶対配ってくれるだろうみたいな思ってたら、紙飛行機の配られなくて、特典で紙飛行機ちょっと欲しかったのにと思って。紙飛行機はなんか折り紙だから配りにくくても、なんかストラップとか、なんかちっちゃいこんくらいの紙飛行機のストラップとかにしてくれたらよかったのにと思いながら。そう、アンコールティーに着替えます、ちゃんと。あーでも本当にスターツアーズを大画面の大音量で聞くためにもう一回行きたいな。なんか全然なんか、いやでも応援上映はやっぱもう一回ぐらい行っても楽しいな。でも私できないからな、応援上映。紙飛行機本当何だったんだろうなんか絶対配る、なんか作中で飛ばされるメンバーカラーの銀手があるんですけど、銀手はもう得点になったの。絶対紙飛行機もなるって思ってたんですけどね、なんなかったですね、意外と。そういえばポッキー&ブリッツの日でしたね今日。なんか本当に何にも感じなかった、ポッキー&ブリッツの日なこと。こんなにアイドルとかさ、学校とか辞めると感じないんだなと思った。皆さん感じました？なんか学校の時はさ、なんかさ結構キラキラ JK がみんなポッキーみたいなのがさ、なんか学校の先生がこう雑談のためになんかこう、今日はポッキー&プリッツの日ですね、ニヤニヤみたいな感じで喋ってきたりするから感じてたし、なんかアイドルの時もなんか結構なんかみんなが自撮りしてこうやってとかやるから感じてたけど、で今年全く感じなかったでも友達も感じてなかったらしい。今日ポッキー&プリッツの日じゃんって言ったら、確かにみたいな感じだったから、
やっぱね、これが大人になるということなんだなと思いました。会社とかで配るんですか皆さん、ポッキーとか会社とかでこうなんか女の子が配ってくれたりするんですか、ポッキーを。ポッキーの日なんでおめでとうございますみたいなトッポ食べました。トッポうまいよね、わかる、私もトッポ好き。プリッツ食べました。プリッツなんか極細プリッツ好きだったんですけど、もう売ってなくない、最近見たことないな。極細プリッツのイタリアントマトみたいなやつ好きだったのにな、もうあんまりないよね。公式通販とかなんか店舗探せば売ってんのかもしれないけど、私最近見ない気がします。販売停止しちゃったんかな、どうなんだろう。極細ポッキー、なんか極細ポッキーめっちゃ溶けやすくない？てかなんか固まりません？なんかすごい極細ポッキーのはずなのに、なんか夏とかに買って帰るとなんか5本くらい固まっててもうポッキーより太いみたいなくっついちゃってて、溶けたチョコで。つきがち。あんま食べたことないな極細ポッキー。てかポッキーってあんまり買う機会が、ほんとポッキーの日くらい。あとあのなんかコンビニでアニメグッズなんか3個買わなきゃもらえないみたいな時にポッキー買ったりする、たまに。ねえ、なんかくっつくよね、やっぱ溶けやすいんだろうね、細いから。細いから どういう理屈で溶けやすいのか分かんないけど、極細ポッキーの方が溶けやすいよね、ポッキーより。異変の力強さで、こんばんは。本当の幸せは、ドゥルル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 。いやあの3個とかさ、なんかちょっと足元見られ始めてますよ。なんか昔なんてさ、なんか1個とかさ2、まあ大体2個でさ、たまに1個のとかあった気がするんだけど、3個とか4個とか言いますもんね、最近のコンビニのお菓子特典。なんでなんだろう、単価が高くなってんだからいいやんって思うのに。オタクは買うって知られ始めてる、企業に。あいつら言ったら買うぞって言って3個って言ったらあいつら3個でも絶対買うぞって思われてるでしょ、絶対。あれ昔ってもう全部2個でしたよね、基本的に。でもなんか今って3個がさ普通みたいになってません？なんかもう3個みたいな感じだったのに、舐めとるやろと思ってたのに、今のめっちゃエセ関西弁でしたね、ごめんなさい。舐めとるやろ、舐めとるやろ、合ってるわかんないエセ関西弁使うのやめよ。トゥルルルルルトゥルルルルルル。そう、それでもオタク買っちゃうからね、どん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 増えるんだよあれ数、多分それでも買うのがオタクだから。あー抹茶ね、私抹茶食べれないからさ、食べたことない。てか抹茶ポッキー見たことないかも。
概念を理解し、なんかこう認識したことがないか、抹茶ポッキーという。いつも多分食べれないから、こうフェードアウトしてる視界から勝手に美味しいんだ抹茶ポッキー。ダララクテスターは始まりをくれた君に、僕たちはどうやって返せばいい。いつも聞いてばかりだね、だってもらうばかりで。でも極細プリッツ本当売ってほしい。売ってないのかな、調べよう。あのなんかチャックついてるやつだよね、極細プリッツって。あれ違うっけ。ダララ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 愛をダララララ。なんか箱になってる。そうそう、もうこれこれ、このトマトプリッツ、これめっちゃ好きだった。覚えてます皆さん、これ細切りプリッツだった、極細じゃなくて。でもなんか箱になってるわ今、箱になってるわプリッツ。あ、ジャガバター 細プリッツも好きだった。これ懐かしい。今売ってんのかな。でも箱のしか売ってない。このショッピング見たら、プリッツ史上最も細い極細タイプ。もうこれめっちゃ好きだった。これなんか飛行機とかで食べてたよく。約束をするね。今もう売ってなさそう。これさ、チャックできるのも良かったですよね。箱になっちゃったんだ、なんでだろう。なんか普通の太さになって箱で売ってるのかな、トマトプリッツとして。味も美味しいですね、トマトプリッツ。あ、蹴っちゃった、ごめんなさい。ジャガバター美味しかったよね。なんかそう、ジャガバターとトマト好きだった覚えがある、極細プリッツ。なんか私普段あんまり普通の太さのプリッツは食べなかったんですけど、極細プリッツは好きで食べてました、バリと。なんか急に肩こり戻ってきた、なんだろう、ちょっとなくなったなと思ってたのに。約束をするね、こんばんは。タララタララね、トマトプリッツ美味しい。でもなんか多分プリッツの普通の太さだと、なんかあれってプリッツってさ、ただのさ、こう小麦粉の棒にさ粉がついてるから美味しいんじゃないですか。だからでもあの普通の太さの棒にされてしまうと、棒のその体積に対しての粉の量が少なくて味薄いなと思っちゃうんだけど、極細プリッツは棒の体積が減るから味が濃くなって美味しい、ちゃんと味がして美味しいっていう理論、多分だから極細プリッツが好きなんだと思う私。タララタララ始まりはいつも一緒に。そういえばスズメの戸締まり、なんか神木さんの声やってる役がめっちゃいいみたいな、めっちゃ見るけど、見た人いる？面白かったですか？なんか私さ、でもさ、それこそさ、フリーかな、なんかの映画見てる時にさ、すごい君の名はの予告見ててさ、絶対君の名は見たいと思ってたんだけどさ、社会的現象になりすぎて逆張りオタクが発動してしまって見なかったの結局劇場で。その流れで天気の子も逆張りオタクで見なかったんだけど、全部勤労で見たけど、スズメの戸締まりはどうしよう。でも勤労になりそう、なぜなら歌プリに行くからスズメの戸締まりを見る時間があったら多分歌プリに行ってしまうから。あ、24時間じゃなくて48時間になってほしいな、1日。
やっと目を覚ましたかい。いやでもちょっと見たいんだよな、スズメの戸締まり。歌プリに推しはいない。ヘブンズが好き。スタリに推しがいないっていうか、ヘブンズだったら大鳥栄一かなぎちゃん、二択で迷ってる今。でもなんか私なぎちゃん、なんかキングダムの色紙もなぎちゃん引いたし、なんかなぎちゃんのなんかぬいぐるみ持ってるし、熊ぬい、何でしたっけあれ、熊ぬいでしたっけ、名称忘れましたけど持ってるし、やっぱなぎちゃんに縁があるかもと思ってるからなぎちゃんかなとも思ってるんだけど、まあ、なんて言ったって13歳王室っていうこのなんか違法行為感いけないことをしている感と、やっぱ大鳥栄一ってかっこいいなって見てると思う。だからやっぱセンターってずるい、センターってなんかずるいよね、やっぱなんかセンター押しちゃうよそんなんって思わん？どうです皆さん。ヘブンズね、センターかっこいいんですよ。なんかセンターってかっこいい、やっぱずるい。しかもなんか結構スターリッシュはなんかこう、まあ音谷くんセンターだけど、なんかこうすごいこうみんなセンターみたいな感じなんだけど、なんかヘブンズの曲もう大鳥 H みたいな感じなんか何時愛を捧げようとかめっちゃ大鳥 H って感じ。だから私が好きなヘブンズの曲がギラギラセブンと愛を捧げようだから、すごいそんなん大鳥 H のこと好きになるよみたいな もう今からグッズを集めるのは辛すぎるからやんない気がするでもこれからヘブンズの乙女ゲームが出ますって言われたら買っちゃうかもしれないけど、なんか今からもうグッズちゃんと集めますかって言ったらちょっと無理があるから、もうやんないと思います今からは。もうちょっとなんかレジェンドスターをちゃんと見てたら、もしかしたらヘブンズをしっかり追ってたかもしれないけど、2000パーくらいまでしかちゃんとあんまり見てなかったからな、たっぷりアニメ。タララ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 エンジェル、タララ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 。なんか最近コートとバッグを探してるんだけど、コートとバッグって本当難しい。なんかさ、こう何枚も何枚も何着も何着も、うん？何個も何個も買うものじゃないじゃないですか、コートもバッグも。だからなんかさ、服とかはさ、ちょっと可愛いと思ったら可愛い買おうみたいななるけど、なんかコートとかって一大事な選択だから、なんかってなりながら買うから買えないまだ。でもそろそろ買わないと寒くなってきますよね。買わなきゃなとは思ってるんですが、高いしね、コートカバンも何を買えばいいかわからんくて買えないです。ドゥルルルルルルルね、ゲームなんか出そう。なんかでも出てもなんか教えてもらわないと気づかない気がする
から出たらやりたいけど、教えてもらわないとやらない気がする。出たよって言われなきゃ。でも何で出るんだろう。なんかもうスイッチもさ、もう終わっちゃいそうだからさ、なんか PS なんたかとかで出るのかな。何で出るんだろう、出るとしたら。わかんないや。マジ乙女ゲーム、特に歌プリとか、そういうなんかやったことなさすぎて。ソシャゲ、そのスマホの乙女ゲームはなんかやったことあるけど、ちゃんとゲーム機の乙女ゲームやったことない。 GS とか。ねえ、コート一大事だよね。一大イベントですよね、買うの。なんかしかもさ、なんかこう一番目に入るものじゃないですか、コートが。なんかぶっちゃけ冬の間ってさ、なんかインナーとか中の服とかあんまりさ、もう室内ご飯食べる時とかしかさ、自分でも見ないし相手にも見られないけど、コートっていつどこに行く時も見られるし、自分も見るじゃん。だからやっぱテンション上がるものがいいなって思うとなかなか買えない。あと寒さをその耐久してくれるって思うとなかなか買えない。なんか可愛いなと思ってもやっぱ裏地が寒くてなんか全然寒そうみたいなのばっかで選べてない。まだコート買いたい。でもそろそろ、でも12月耐え切ったらなんかお正月セールでコート安くなりそうだよね。家にあるやつで12月は耐え切ろうかな。ね、コートの割引マジで大きいですよね。本当に思う。お正月セール大きいよね。コートはね、高いから1個が。ありがとうございます。12月もあるの、セールって。なんかさ、セールって何なのか、いつやるのかあんまりよく分かってなくて、いつもお母さんにいつセールって聞いて、まだだよって言われるまだだよって。なんかでもさ、セールもさ、なんかさ、初売りからこうなんか1週間後くらいからもうマックスのパーセント割引とかあるじゃないですか。難しいよね。え、わかる。丈もあるよね。そう、めっちゃわかる。コートってほんと、しかもなんか似てるけどさ、なんか生地とか型がちょっと違うみたいなのばっかじゃないですか。だから難しい、ほんとに。もう重さが知りたいからさ、もう全部重さ書いてほしい、コートの通販で。コートの通販で重さ書いてくれてるページなくない？もう重さ書いてくれないとと思うて通販じゃ買えないんだけど、コート。こんばんは。マジでコート重さを知りたいけどさ、なんかさ、お店なんかウィンドウショッピングしながらさ、コートだけこうやって持ってさ回るの恥ずかしくて、それもあって変えてない。でマジでコートこそ重量表記してほしい。コートと靴はもうなんか法律で決めてほしいコートと靴はサイズ表とともにこう重さも載せてくださいって法律で定めてほしい
ザラはね外資系ですもんね。外資系なのか知らない、海外のですもんね。 H&M とかザラはマジで試着必須って感じ。え、 H&M ってまだある？何が、あ、フォーエバー21がなくなったのか。なんかザラさ可愛いんだけどさ、ザラって本当にさ全年齢的すみたいな感じだからさ、めっちゃ被るんだよね。だから人とも被るし街でも被るから恥ずかしくて着れなくなった好きなのに。ザラ可愛くて好きだけど、なんかこうそれこそなんかこうルミネとかパルコのブランドだったらなんかこう同世代の子とかはよく被るんだけど、なんかザラって本当もう私より若い子とも被るし、私と同年代の子とも被るし、私よりこあの上の世代の方とも被るから、なんかもうねこう被る確率がもう3倍なんですよ。3倍とか もっと倍なんですよ。だからねあんまり買わなくなっちゃった。可愛い、でもザラ見るたび可愛いなと思うけど、被る。ザラほんと被る。なんか街歩いててあれ私持ってるやつとか、あと着てたワンピースなんかちょっと数メートル先に着てるお姉さんいるみたいな恥ずかしくて買わなくなっちゃった。もうでも可愛いよねザラ、ほんと可愛い。あとなんか真夏の少年の顔合わせの時ザラのワンピース着てたら同じワンピース着てるキャストさんがいて恥ずかしかった。めっちゃザラって人気なんだなって思った。あの日顔合わせで被るの恥ずかしいよねお互い初めましてなのに。ね、被ってる人2回見ちゃうとちょっと恥ずかしくて、気恥ずかしい。もうでも可愛いザラ、なんか YouTube とかでザラ購入品みたいなのめっちゃ見ちゃう。可愛いから可愛いなと思いながら。でも割と高いですよねザラって。なんかユニクロですよ、なんかユニクロ GU ですよみたいな顔しながら結構意外とお値段するからびっくりする。たまにはっってなる。なんかそのなんか GU ぐらいの気持ちで買ってると結構お財布にダメージがくる。そう、しかもなんかザラってさ、そういろんな系統の人が着れるから、なんか例えばほんとそういう普通の服だったら可愛い系の服が好きな人はこことこことここをよく見て ABC を見て、なんかモードな服が好きな人はあの ABCDEF って見てみたいな、こうブランドが分かれるけど、ザラって全部がザラだからその全部のモード当てはまっちゃうから、系統当てはまるから全部の系統の人が見るから余計にね被るよね。年齢もそうだけど系統もみんな見るけど、あこれ可愛い、たまにこういうの冒険してみようみたいな感じでみんな買うじゃんザラ行ったら。それで被るよね。街でお揃いの人と出会った時恥ずかしくないなんか初めましての人とお揃いだった時が一番恥ずかしいんだよ。そうなんかだからそれこそもう気の知れてるメンバーとかとかぶったら、あ一緒じゃんみたいな感じだけど、なんか初めて会う人とかとかぶっちゃった時あみたいななる。すごい、
いや、独身のせい、非セール終わっちまう。終わらないか、まだ。中国通販買いたいんだけど、マジで難しすぎる、見方が。本当に見方がむずい。なんかでも本当に服のモチベーションが高すぎてめっちゃ服欲しくなるけど、冷静にそんなに着ないよってね、なる。本当に本当に一つ疑問なんですけど、なんかインスタグラマーの人とかって誰に写真撮ってもらってるの？冷静な疑問、これ聞いちゃいけない、もしかして。めっちゃ友達が多い？それとも彼氏？やっぱ。それともめっちゃ友達が多いのかな？なんかさ、いろんなカフェに行ってはさ、可愛いお洋服の自撮りみたいなのを撮ってさ、あげたりさ、こう、なんかおしゃれな壁のところでこう、写真とか撮るじゃないですか。あれって誰が撮ってる？これもしかして聞いちゃいけない話？え、そう、しかも上手いじゃん、カメラが。だから本当誰が撮ってるんですかって。なんかだから私も今日可愛いさ、これ着てったからさ、お母さんと今日お買い物したから、お母さんに撮ってもらおうと思って撮ってもらったんだけど、やっぱちょっと下手で。なんか私も写真下手なんだけど、うちのお母さんもお父さんもみんな写真下手だから、なんか使えないなみたいな。あれ誰が撮ってるのかな、本当に。やっぱ友達がめっちゃ多いのと、カレピかな、カレピ。なんなんだろう、なんかね、こう下手なんだよね。でもあれは本当に、あ、使えないなって、人としてじゃないよね、写真が使えないよって話ね。SNS に使えないなーってことね。なんかおしゃれに撮るのって、でも練習あるのみなんだろうな。なんかやっぱ私の友達にめっちゃ写真撮る子いるの。もうなんかご飯、まあ、なんか最近は多分空気読んでちょっとやめてるんですけど、なんかそれこそ当時とか、なんかもう何人か、なんか友達何人かグループで、なんかこう写真めっちゃ撮る子が好きな、撮るの好きな子がいて、でもそれが嫌な子がいて、すごいなんか嫌な雰囲気になって。最近は多分抑えてるみたいなんですけど、その子はやっぱうまい、写真撮るの好きな子はやっぱうまいもんね、写真が。だからあれやっぱもういっぱい撮るしかないんだろうなって思うけど、でも本当にだから全然ご飯とか来ても食べないみたいな、食べないでいっぱい撮るみたいな感じなのよ。やっぱあれ練習あるのみなんだろうな、やっぱ。あといっぱい、やっぱ見るのが好きなんだろうな、そういうの。なんかアフタヌーンティーの写真とか全然見ないもんな、私。でもやっぱちょっとこの世の中、やっぱ友達がいないときついのかもしれない。 友達が少ないからな。だから友達
いるはいる、いないことはないんですよ。いるんですけど、オタクだから常にみんな金欠なんだよな。オタクだからみんな常に金欠なんだよなっていう。だからなんか気軽な遊びが全くない。友達と。みんな常時金欠だからさ。私も含めてみんな常時金欠だから、なんかちょっとご飯だけみたいな遊びほとんどしない。なんか用事がある時じゃない限り、まあ、まあご飯だけの遊びするけどね、するけど。みんな金欠。だからやっぱりパンピの大学生とかはさ、オタクのお金で旅行に行ってるのかな、みんな。なんかドライブとかしがちじゃないですか、大学生って。ああいうのってやっぱオタクに使われてるお金でこうドライブとかに行ってるのかな、旅行とか、あと居酒屋。私の友達もしかしてみんな金欠？でもなんか普段ほんとオタクの友達としか遊ばないから、喋ることオタクの話しかしないんだけど、一般人の人ってさ、ドライブとかで何喋るの？と思いながら。結構時間ありますよね。すんごいなんか甲高い結構を言ってしまった。結構時間ありますよね、ドライブって。何喋って間を持たせるんだろう。やっぱなんか音楽流すのかな、喋れなくても音楽流すことによって耐え切るのかな、空間を。こんばんは。なんか家族でドライブするのは好きなんだけど、友達とドライブはしたことない。てか友達の運転の車ちょっと怖くて乗れないかも。最低。ちょっと怖いな。なんか学級委員とかしてる子の車だったら乗れるかな。あ、昔の曲流す？やっぱポケモンかな。ポケモン流すしかないな。なんかポケモンメドレーカラオケで一回やって盛り上がった友達と。知らんとか言って、誰か歌える？あ、ありがとうございます。待ってます。なんかでも本当プリキュアとか流したらもう私なんか世代ちょっと違うんだしな、友達と。あれおかしいな、同い年だよなと思いながら。
ぱポケモンっていい曲多い。そしてえめっちゃ鳴るようになってるんだけど、急にどうしたのあなた右手、なんでこんな鳴るの、すごくない、めっちゃ鳴るようになってる。でもあんま怖いからやめよう。命の花咲かせてなんちゃらブリん？ブリキュア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 なんですけど、私の世代は、私の友達はプリキュア555で湧いてたからちょっと違うかも世代。私エンジン全開ゴーオンジャーなんですよそこちょっとズレがあるんだよね。太鼓の達人やってたから、だからプリキュア555の方の曲は太鼓の達人に入ってるからわかるんですけど、プリキュアの世代はマックスハートまで、2人はプリキュアとマックスハートがしか見てなかった。社員から見てないもう。でも配達やってたからDS のDS の太鼓の達人めっちゃやってたから、プリキュア555とゴーオンジャーだけは分かる曲。え、そうだから割となんか仮面ライダーとか見てる子多いの。でもなんかあの友達は弟がいるからだな多分なんであんな見てるんだろうと。なんか仮面ライダーとかそう触れてきたことがないからなんでだろうって思うけど、多分弟がいるからだ。2人仮面ライダーなんか見てる、菅田将暉さんのやつか見てる友達がいて、なんでだろうって思ったら弟いるわ、だからだ。強いな弟いると。え、なんかさそう思うと昔から友達弟いるかも。私の友達って弟いる人めっちゃ多いんだけど、なんで、なんか私って無意識にお姉ちゃんを求めてしまっているなんか私が小学校の頃習い事の友達もなんか弟がいて、その子たちが弟がゴーオンジャー見てるからゴーオンジャーのことなんとなく話で聞いて知ったりしてたんです、その当時で。今のこの友達も弟いる私って無意識のうちにお姉ちゃんの人と仲良くなってしまう癖があるのかも。あとやっぱ私妹なんで、お姉ちゃんとうまくいくのかもしれない、もしかしたら。え、なんかそう考えたらなんか本当に弟いる子ばっかな気がする、仲いいの。わかんない、小学校の頃でもなんか基本的になんか陽キャだったからいろんなこと仲良かったしな。え、でもそう思うとなんか本当に私弟いることめっちゃ仲いいわたまたまかなこれ。でもさ別に妹いる子もいるわ、友達一人でもなんか圧倒的に弟いる子のおね、弟いる子の友達が多い気がする。妹よりも弟の方が多い。なんだろう、もしかして私って弟私ってもしかして弟なのかもしれない。なんかでも面白い、なんか本当にでも本当にそんな気がしてくる本当に私は弟がいること仲良くうまくいく気がしてくる、そう言われると。リップリップ
マジで逆にお姉ちゃん、あ、お姉ちゃんもいるなお姉ちゃんもいるな、難しい。いやでも少ない、お姉ちゃんな子一人しかいない、お姉ちゃんがいる子一人しかいない。でも一人っ子の友達もいるな。兄いる人ばっか、え、やっぱあるのかなそういうの。じゃあお姉ちゃんなんじゃない？それは自分がお姉ちゃん気質なんじゃない？私はもしかしたら弟気質なのかも。弟がいる方ぜひよろしくお願いします。仲良くしてください。今まで幼女と言ってきましたけど、自分のことをもしかして小学生男子かもしれない。もしかして私って小学生男子なのかも。ね、今度友達に聞いてみよう。私なんか弟がいる人とめっちゃ仲いい気がするんだけど、どう思うって。最悪な聞き方、知らねえよって感じで。私確かに年下と仲良くなることっていやあるけど、しっかりしてる年下としか仲良くなんない気がする。言われてみたらなんか面倒、多分私が見れないんだろうな多分。私がお姉ちゃんじゃないから面倒を見てあげられない多分。なんか年下の子で仲いいというか、仲いいなってこう、めっちゃお姉ちゃんな子なの。だからやっぱ私って弟妹気質なんだな、根っからの多分って思いました今。しっかりしてる子が好きなんだと思う。いやだから本当にさ、なんかさ家庭科の授業でさ、なんかさ保育園行くみたいなやつなかった？あれ家庭科じゃないか、もしかしてボランティア？なんで行ったんだっけ？なんかさ学生時代に保育園の手伝いしに行くみたいなやつやりません？あれただのボランティアかな、何で行った、なんか学活のボランティアみたいなやつだったのかな、覚えてないんだけど、私保育園のお手伝いしに行ったんですよ、なんかよくわかんないですけど。なんもできなかった本当に。ああいう時にこうさ、なんかささーってできるのは多分お兄ちゃんお姉ちゃんなんだろうなって思うよね。なんかどうしても不自然感が出るんだよね。ああいうのやろうとしてもなんか取り繕ってしまう自分を、はいじゃあやりますよみたいな。無理がある、そう無理してしまう、無理してしまってるのをすごい出してしまうから、しかもなんか ちびっこたちもそれに感づいて寄ってこない私に。
確かに慣れもありそう。なんかそういう時なんか本当だからめっちゃ顕著に現れるじゃないですか。すっごい顕著に出てたんですよ、その保育園の手伝いしに行った時。あれってだから多分兄姉経験者なんだろうな、きっと。すごいな。もう私なんかの顔が好きって言って寄ってきてくれる園児としか仲良くできない。なんか女の子とかでたまにさ、なんかちっちゃい子ってさ、お姉さん可愛いねって言ってなんかずっと懐いてくれる子たまにいるじゃないですか。もう天使かなって思う。もうずっと一緒にいようねって思う、本当に。可愛かったな。なんかやっぱさ、面白さとか楽しさで言われてもちょっと何もできしてあげられないけど、可愛いって言って懐いてくれるのなんか嬉しすぎる。そうそういうことしか仲良くできない。ちっちゃい子やっぱ面白さは提供、楽しさと面白さは提供できしてあげられないな、私からは。いやでもいいな、なんか私も人気者になりたい、楽しさと面白さを提供してあげて。まあああいうのってなんかさ、どやっぱもう経験あるのみなんだろうな。やっぱりいやでも一人とかだよ。当時一人ぐらいしかいなかったよ、そういう子。やっぱもう楽しさとかさ、面白さを提供してあげられる、特に体力のある男子にはもう園児群がるって感じ、本当にすごいなと思う。ねえマジで無限の体力して、無尽蔵の体力してますから子供っていうのは。なんかでも悲しくなってきた、悲しくなってきたから今日配信をやめます、もう。なんか子供に懐かれない話してたら悲しくなってきたから、時間も時間ですし今日はここまでにしましょう。皆さん夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。あ、こんばんは。私がギフト教えてと言ったら皆様はお姉さんと言ってください。スペシャルギフトをくださった方のお名前をその場で読まないんですけど、今この時間にまとめて読ませていただきたいなと思いますので、私がギフト教えてと言ったら皆さんはお姉さんと言ってください。それではいきたいと思います。せーの、ギフト教えてお姉さーん。ありがとうございます皆様。来ない。秘密のボタンで読みます。読みます。レイお母さん、タルボーさん、アサッコさん、フータローさん、青山さん、ミッドナイトパーティーさん、ジンゴマさん、ジュピさん、
レソナさん、ヨーコさん、ハイキーさん、シミタさん、ラーメンマンさん、ユキポンさん、ハマさん、マーチンさん、横浜のノーリーさん、ツノジーさん、アツローさん、ロバさん、アツローさん、ありがとうございます。なんかすいません、イントネーション変だったよね、ちょっと最初。てかなんかこのギフト見て思ったけどさ、この背景何だったんだろうね。そう言うの忘れてた、徹子の部屋みたいと思って。何の背景なんだろう、かわいい。これダニエルくんが出てきそうですね。梅ちゃんの友達さんも、ごめんなさい、梅ちゃんの友達さんも。シンデレラ、なんでシンデレラなんだろう、わかりませんね。シンデレラってこの時期なの話、実は。でも寒くね、そしたら半袖のドレス着てるよね、シンデレラって。だってなんでなんだろう、よくわかんないね。まあということで、スクショタイムにしていきたいと思います。スクショタイムは、私が目をつむって適当なタイミングで目をパッと開きます。その瞬間に一番上にあったコメントのリクエストに答えてスクショタイムのポーズを取っていきたいなと思いますので、何かスクショタイムでやってほしいポーズのリクエストがある方は今コメント欄にお書きください。どうぞ。チャンチャンチャンチャララチャン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 チャララチャン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 。はい、ジョイマン。ジョイマンさんってどうなんだっけ。あ、くしゃみめっちゃ出そう。ふう、光反射で無理やり出す。ジョイマンさんってダメだ、わーおーおーおおわーお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 ーしか出てこない。なな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 生野菜。なんかさ、なな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 な生野菜、タラララタラララタタララタラ、いきなり出てき、なんかタッタラタッタラタッタララタラ、シャッキーンってならん？あっちゃんかっこいい、シャッキーンってなりません？途中で。私だけかな。これどんなんだっけ。なんかこうやっちゃってる。動画で見よう。あ、こうだ。音なしで見てるから何が何だか分かんない。でも多分あこうだ。タンタラ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 、恥ずかしくなってきた。やっぱこうだな。決めポーズ。
やっぱここがあっちゃんかっこいいシャッキーになるんだな、多分私の頭の中で。あ、いきなり出てきてごめん、誠にすいまめんってことをここもしかして脳内で全部カッキーになってたけど。急に思い出した、エンタの神様当時めっちゃ見てた。はい、オッケー、男女読みます。これ一回リロードしますね。あ、大丈夫そう。読みますね。13位、マサトさん、ありがとうございます。12位、しみたさん、ありがとうございます。11位、ふうたろうさん、ありがとうございます。10位、じんごまさん、ありがとうございます。9位、マーチンさん、ありがとうございます。8位、あー変わったねー、13位、まさとさん、ありがとうございます。12位、風太郎さん、ありがとうございます。11位、ジンゴマさん、ありがとうございます。10位、マーチンさん、ありがとうございます。9位、ラーメンマンさん、ありがとうございます。8位、レイお母さん、ありがとうございます。7位、シミタさん、ありがとうございます。6位、ようこさん、ありがとうございます。5位、つのじいさん、ありがとうございます。4位、ミッドナイトパーティーさん、ありがとうございます。3位、ハイキーさん、ありがとうございます。2位、レソナさん、ありがとうございます。第1位はタルタルソースさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございました、それでは最後に合唱して終わりたいと思います。視聴コメント星ギフトすべてに対して感謝の気持ちを込めて私が最後に感謝ですと言います。そしたら皆さんはそれに続いて合唱と言ってください。一番最初に合唱と言ってくださった方と100番目とどめの合唱してくださったお二方のお名前を表彰させていただきますので、ぜひ1番と100番を目指して合唱と言って帰ってくださいということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また明日も夜配信しますので、もしよかったら遊びに来てくださいということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。感謝です。なな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 な生野菜、これだけめっちゃ覚えてるからさ、すごい生野菜ってすごい。他全部忘れたんですけど、もっとあったはずだよね。でもなななな生野菜だけ覚えてる。平日休日なんたらかんたらわかんないはい、1番タルタルソースさん、とどめまさとさん、おめでとうございます。タルタルソースさんとまさとさん、おめでとうございます。そして合唱してくださった皆さんもありがとうございました。すぅ、よし寝ましょう。なんかちょっと眠くなってきた私もなんか、ということで今日は皆様寝ましょう。また明日、おやすみなさい。さよなら、バイバーイ、また明日。